首相官邸を訪問した翌日、娘たちは部屋の中でゴロゴロしている。連日の外出で疲れたという。若いのに。マキが雑誌の写真をソファーに座っている俺に見せる。おじさん、ここどこ？綺麗な海とリゾートホテルの写真。フィリピンに違いない。小さくフィリピン国旗が写っている。セブだな。フィリピンだよ。いいな、フィリピンか。パスポートないし無理だな。雑誌を持ったまま床に寝転がる。確かに無理だ。温泉旅行なら可能だが、さすがに国外は難しい。マキと俺の会話を聞いていた綾香が俺の横に座る。声を潜めて話す。おじさん、前さ、遊覧飛行よく行ったじゃない？私たち4人連れてセブまで飛べない？なんという発想だろう。4人のうちでパスポートを持っているのは綾香だけだ。確かに飛行機は無理だが、自分で飛んでいけば。竹島へは6日後、5月19日の出発となっていた。どうやってお前らを運ぶんだ？第一、俺の力のことはみんなには秘密だって言っただろう。綾香が考える。なんかさ、外が見えないような箱があればいいね。4人が乗れるようなさ、それをおじさんが運ぶ。いい考えでしょ？お前、すごいこと考えるな。リゾートホテルのプールで娘たちに囲まれている自分を想像する。下半身がうずく。そうだ、上野の不忍池のボートが思い浮かんだ。ボートだ。手漕ぎのボートがあるだろう。あの中に4人で隠れてくってのはどうだ？絶対に外を見ないっていう約束で。おじさん、それいい。その夜、不忍池から失敬してきたボートがリビングルームの真ん中にあった。娘たちを買い物に行かせ、その間にベランダから運び込んだ。ボート1台は軽々と担いで飛んでこれた。娘たちがボートを掃除する。彼女たちには知り合いが飛行機でこのボートをセブまで運んでくれると言った。そのためにボートの内部に寝ていられるように、邪魔な腰掛け用の板を外し、床にはクッションを敷いた。ボートの上部から船底までを丸ごと覆うキャンパス地のしっかりとした厚手のカバーを用意してある。娘たち4人がボートの中で横になってみる。なんとか寝ることができる。冴子が興奮して言う。これで空飛ぶんなら外見たいな。絶対ダメだと念を押した。まあ、なるようになるだろう。何事も怖くは感じない。彼女らはセブ行きの用意を始めた。3人には初めての海外旅行だ。インターネットでホテルを予約する。3部屋用意して、彼女らが2人で1部屋、俺は1人で、なんて考えていたが、綾香は2部屋で十分と言い、そうなってしまった。シャングリラホテルのパノラマスイートとパノラマルームを予約した。4泊で45万円、飛行機代はなし。翌朝、朝6時、まだ眠い。無理やり朝食を詰め込む。自分の大きめのウエストバッグに食料や飲み物を詰め込む。娘たちも同じように用意する。飛行中の寒さに負けないような冬支度をさせた。7時、娘たちをベランダに置いたボートに寝かせる。カバーをかぶせると中は暗いので、 LED ライトを前後2箇所に置く。飲み物や着替えを持ったのを確認し、カバーをかける。ボートが傾くと、それだけでキャーキャーとうるさい。キャンバスのカバーがパンパンになるほどにしっかりと固定する。準備は整った。ボートを持ち上げ、ベランダから飛び立つ。まっすぐに上昇だ。コンパスを確認しなくても方向はわかる。問題は飛行距離だ。南西に向かって高度3000メートルを維持して飛ぶ。時速1000キロ。これが限界のようだ。これ以上のスピードだとキャンパスのカバーが取れそうだ。日本の海岸線を右下に見ながら飛ぶ。富士山を通り過ぎ、御前崎を過ぎると、しばらく陸地から離れるが、すぐに紀伊半島だ。
潮岬を通り過ぎ四国、徳島県の室戸岬だ。少し腹が減ってきた。スピードが落ちる。なんとか頑張り土佐清水、足摺岬の山の中に着陸。ボートに声をかける。寒いが大丈夫とのこと。ウエストバッグから食料を取り出す。おにぎりとコンビーフ。冷たくなっていてまずい。5分ほど休むと力がみなぎってくる。再び離陸。再び高度は約3000メートル。これが寒さの限界だろう。うっすらと煙を吐く桜島が見えてくる。さらに屋久島を通り過ぎ、奄美大島の人気のない浜に着陸。カロリーメイトを2箱食べる。次の着陸点は沖縄の宮古島。風力発電の風車が見えた。宮古島のすぐ西側にある池間島に着陸。サトウキビ畑の中だ。またカロリーメイト2箱。離陸時に飛行機とニアミスしそうになる。隣の小さな島、下地島に飛行場があるのが計算外だった。フィリピン・ルソンに向けて離陸。しかしマニラと地続きのルソン島にはたどり着けなかった。途中の小島に着陸。バスコという島だ。フィリピン領土だと思う。カロリーメイトに完全に飽きた。ルソン島を右下に見て南下する。マニラの東約70キロのインファンタという町の近く、海沿いに流れ出るアコズ川の河口付近に着陸。またもやカロリーメイト。水で流し込む。根性で飛ぶ。シブヤン、パナイ、ネグロス島を通り過ぎ、やっとセブ上空だ。セブ島と橋でつながるマクタン島の上空に来た。ここまで途中で5回休んでいた。高度が上げられなかったのでスピードが遅かったのも原因だ。シャングリラホテルを見つけ、人気のないところに着陸する。ボートのカバーを外す。4人は眠っていた。到着したと言って全員を起こし、荷物を持たせる。ボートを草むらに隠す。ホテルまでは500メートルぐらいなので、周りに注意しながら歩く。革のジャケットはボストンバッグにしまう。ロビーを入ってすぐの椅子に、マキ、ユーカ、サエコの3人を座らせる。アヤカとフロントに行き、2人でパスポートを出し、チェックインを済ませる。アヤカは俺のメイだといつもの説明。俺が広いパノラマスイートで、アヤカがパノラマルームの鍵を受け取る。フロントの係が不思議がる。ボーイが俺たちを案内する。とりあえずパノラマルームに行き、場所を確認し、パノラマスイートに案内してもらう。ボーイに100ペソ渡す。笑顔を残してボーイは出ていく。彩香が俺に抱きつく。しかしそれどころではない。ロビーに3人を迎えに行く。ホテルの従業員に話しかけられて3人は困っていた。英語は全くできないはずだ。従業員の男も困っていた。彼にこの子たちは友達だと言って、パノラマルームに3人を連れて行った。36平米の部屋にはキングサイズのベッドが置いてあり、3人で楽に寝られる。ベランダからは海が見える。3人は部屋中を見て回り、豪華だと言い、最後に冷蔵庫からジュースを取ってベランダに出る。サイコが伸びをしながら言う。ボートの中で5時間も我慢して甲斐があるね。優香が聞く。彩香の部屋は？仕方なく俺たちはパノラマスイートに移動する。サエコが言う。何これ、全然違う。部屋の広さは72平米で、彼女らの部屋の倍だ。バスルームには大理石のバスタブがある。近代的な中にアジアの雰囲気を出している。マキが言う。ここいくら？答えに詰まる。彩香が答えてしまう。2部屋で4泊して45万円。予約の画面を見ていたので覚えているのだ。3人がポカンと口を開けている。年長のサイコが言う。でもさ、私たちの部屋だってすっごい最高じゃん。マキとユーカがうなずく。よかった。ああ腹が減った。何かまともなものを口に入れなくてはカロリーメイト病になってしまう。午後1時半。飛行機の待ち時間や空港からの移動を考えると、
結果的に時間節約になっている。着替えを済まし、開花のレストランアクアに行く。イタリアンレストランだ。窓の外にはプールが見える。テーブルが埋め尽くされるほどの注文をし、全員で食べ尽くす。感情は部屋につける。食事の後、娘たちとプールに出る。俺のことを構わずに娘たちは写真を撮りはしゃぐ。まあいいか。セブでの2日目、朝食後プールで遊んだ。ホテル内はいろいろな工夫がしてあり、ゲストを退屈させないようになっている。昼食前になり、娘たちは外に行ってみたいと言い出した。面倒だが SM シューマートショッピングモールに連れて行く。ホテルタクシーをチャーターした。トヨタハイエースが来る。大きなモールに娘たちは興奮する。有名なレストランチェーンのマックスに入る。ちょうど5人分のセットのコースメニューがあり、それを注文する。俺にはビール、娘たちは全員マンゴーシェイク。会計2300ペソ2500ペソ渡して、釣りはチップにする。レストランから出る前に、日本から持ってきていたフィリピンペソを娘たちに1万ペソずつ渡す。多すぎたかな。1時間後にマックスに再度集合ということで解散。優香と紗友子姉妹、それと彩香と真希に分かれて買い物に出かけた。俺は近くのコーヒーショップに入ろうかと考えるが、マックスに戻りビールを注文。つまみにイカリングの唐揚げ、カラマレスを注文。隣のテーブルに白人がいたのに気がついた。俺と同じぐらいの年。俺と目が合い、話しかけてくる。はい、さっきも女の子たちといたよね。ああ、見てたの？娘とその友達だよ。日本人かい？ああ、あんたは？アメリカ人？俺はアメリカ人なんかじゃないよ。カナダだ。アメリカ嫌いなのか？あんたがカナダに来てもアメリカ人を好きなやつを見つけるのは難しいよ。それは初耳だよ。日本は今大変だな、韓国と。家でも国でも隣同士は難しいからな。確かにな。俺の国もアメリカと隣同士だ。俺の方に椅子を少しずらして近寄る。でも日本を宇宙人が助けてくれてるんだろ。おお、そう思うか。 CNN で見たよ。あれは地球のもんじゃないよ。宇宙人にされてしまった。彼のフィリピン人の奥さんが買い物から帰ってきた。彼は奥さんを待っていたのだ。会計時に俺の分まで払おうとする。止めるが効かない。いいんだよ、払わせてくれ。俺は日本人が好きだからな。そっか、ありがとう。いい話ができたよ。握手して出ていく。後で奥さんと揉めなければいいが。彼らが出て行って少しすると、買い物を終わった娘たちが帰ってくる。彩香が一言、おじさんまたビール飲んでる。はい、飲んでます。ホテルに帰り、娘たちはプール、俺はマッサージだ。90分をかけて全身を揉みほぐしてくれる。夢心地。マッサージの手が下半身に伸びてくるなんてことはない。娘たちはホテル前のプライベートビーチよりもプールがお気に入りのようだ。マキはプールサイドでマンゴーシェイクを飲んでいると女王様になった気がすると言ってみんなを笑わせる。プールサイドでの飲み食いは全部部屋にチャージするようにウェイターに言ってある。夕方、俺はマッサージを終えてだらしなく部屋のベッドで寝ていた。娘たちも遊び疲れている。目が覚める。彩香が俺の横で寝息を立てている。夕食までには時間がある。風呂に入ろう。突然思いつき、大理石の浴槽に湯をためる。熱からずぬるからず、5分で浴槽はいっぱいになる。セブの観光ガイドの雑誌を持って浴槽に体を沈める。長いため息。目を閉じると睡魔が襲う。突然足に何かを感じて目を開ける。彩香が浴槽内で俺が広げた足の間に座って微笑む。裸？おっぱい。
俺が何も言えないでいると背中を向けて俺に寄りかかってくる。足の間に裸の15歳、条件反射でジュニアがみるみる元気になり、彩香の背中に当たる。少し腰を引いてごまかす。気持ちいいねおじさん。怒りたいが嬉しい。別の意味で気持ちいい。うん、そうだな。この前の温泉で紗恵子ちゃんと露天風呂入ってたでしょう。何もなかったの？何にもあるわけないよ。あれは偶然だから。でもさ、私が声かけた時2人くっついてたよ。ぴったり。もう小さな声で話してたからな。夜遅かったし。怪しい。彩香が浴槽から立ち上がる。お尻が目の前。触りたい。触れない。いけない。ちょっとなら。葛藤しているうちに彩香はバスルームから出ていった。事件もなく楽しく2泊目、3泊目が過ぎた。娘たちはこんがりと日焼けして健康的にセクシーだ。今日は最終日だ。プールサイドでサンドイッチなどの昼食を済ませた。午後からはセブシティの市内観光に出かける。快適なホテルタクシーのハイエース。マクタン島からセブ島に渡る橋の渋滞がひどい。マニラの渋滞などかわいいもんだ。それでもエアコンの効いたゆったりとした車内は快適だ。教会をいくつか回り、マゼランの十字架を見てサンペドロ要塞を歩く。写真写真の連続だ。マゼランの十字架は大航海時代、16世紀に冒険家のマゼランがセブに到達した時に打ち込まれたものだ。運転手にお土産屋はどうするかと聞かれたが、娘たちが興味がないと思いやめた。ホテルに戻り、夕食まで休憩だ。ベランダの椅子に座り、ビールを飲む。眼下には青い海が広がる。空が赤くなり始めている。彩香が部屋のミニバーから缶のパイナップルジュースとピーナッツを持ってくる。横に座ってため息をつく。ああ、もう終わりじゃん。明日帰るんだよね。十分楽しんだだろう。うん。みんなと一緒も楽しかったけど、次は二人でどっか行きたいな。風が気持ちいい。部屋のドアがノックされ、彩香が開ける。三人が SM で買ったドレスを着て入ってくる。頭には花をつけている。彩香もドレスに着替える。夕食はホテルのプライベートビーチでバーベキューだ。ビーチには松明が並べられ、テーブルクロスをかけたテーブルに5人で席に着く。ホテルスタッフが一つずつ食材を説明し、バーベキューグリルで焼く。ロブスターはまだ生きていて、娘たちは写真を撮って騒ぐ。スタッフのサービスも最高だ。4人のスタッフが俺たちに付きっきりで面倒を見る。可愛い娘たちの前でいいところを見せようと頑張っている。9時にバーベキューが終わった。スタッフ全員に500ペソのチップを渡す。彼らの日給より多いチップに驚いている。夜のプールで全員で泳ぐ。酔いざまし。泳いだ後で俺の部屋の風呂に娘たちが全員で入っている。熱海の露天風呂を思い出す。しばらくしておじさんと呼ぶ声。俺は海パン一枚のままバスルームのドアに近づく。いきなりドアが開き、全裸の優香と真紀に手を引かれる。全員裸。八つのおっぱい。娘たちに海パンを脱がされる。慌てて浴槽に飛び込んだ。みんなが続く。熱海の露天風呂ほど広いわけではない。5人が芋洗い状態ですっぱだかでふざけ合い笑う。俺もどさくさに紛れてみんなの胸を触りまくる。明日は日本へ。また頑張って飛ばなくては。今になってイザベルの田舎がセブだったと思い出す。翌日昼12時、ホテルをチェックアウトする。レストランやプールサイドバー、マッサージ、ルームサービス、2部屋分のミニバーなどの支払いで約6万ペソだ。まだ約18万ペソ持っている。ボートを隠した草むらに行く。幸いなことにボートはそのままの状態だった。全員で簡単にボートを掃除する。そして娘たちは持っている服を重ね着し、ボートの中に横になる。上着は離陸後に着ろと言った。買い物で膨らんだバッグと飲み物を渡す。
LED ライトをボートの中に置きカバーをかける。カバーをかけ終わる頃には汗だくだ。帰りは高度5000メートルまで上昇してみる。気圧が地上の半分近くまで下がり、セブの地上で30度あった気温が0度になる。狭いボートの中で体を寄せ合っているので気温の低下は心配なかったが、酸欠は心配だ。ただし高度5000メートルまで上がると、3000メートルの時と比べるとスピードを出せる。3000メートルでは時速1000キロが限界だったが、5000メートルでは1300キロ近くまで出せる。マッハ1に到達できるのだ。音速に到達すると静かになる。風の立てる騒音がついてこれないのだ。10分ごとに1分間だけ3000メートルまで降下することにした。娘たちには騒音が大きくなったら深呼吸しろと伝える。午後4時、東京上空に差し掛かる。高度3000メートルから1000メートルに降下し、俺のマンションの場所に近寄る。マンションを見つけ一気に部屋のベランダに降り立つ。ボートの中の娘たちには遊園地のアトラクションで落下するような感じだっただろう。自分の飛行能力が向上しているのが分かった。帰りは3回しか休憩を取らずに日本に帰ってこられたのだ。気圧の低い高度を飛べたのだけが理由ではない。自分の力を使えば使うほどパワーアップする。5月19日午前7時、潮風が気持ちいい。昨日までのフィリピンの海の感じとは全く違う日本海だ。気温のせいもあるだろうが、清らかな中に危険な雰囲気を秘めている。船首に立って景色を眺めている。京都舞鶴の入り江から若狭湾に出たあたりだ。若狭湾の西の端にあたる。俺が乗っているのは海上自衛隊ではなく海上保安庁の船だ。海上保安庁第8管区剣型巡視艇穂高だ。海上保安庁は刑事訴訟法上特別司法警察職員とされている。海の警察官だ。ただしその階級の呼び方は自衛隊とも警察とも異なる。他国から見れば自衛隊は軍隊である。それに対し保安庁はコーストガードである。船体にもそう書いてある。別の言い方をすれば沿岸警備隊だ。コーストガードが領土内にある島に行く。誰にも非難されることはないのだ。元を正せば第二次大戦後、朝鮮戦争で忙しくなったアメリカが日本国内の治安維持のためという名目で日本政府に作らせたのが警察予備隊、今の自衛隊だ。警察予備隊と海の警察、まあいいか。早い船だ。推進機はスクリューではなくウォータージェットだ。ジェットスキーの大型版というところだ。3機のディーゼルエンジンから1万5000馬力以上を絞り出し、3機のウォータージェットが水を噴射する。時速70キロ以上で海面を飛ぶように走る。排水量220トンで全長は50メートル。M61 バルカン砲を装備している。口径20ミリの銃弾を回転する6本の砲身から毎分6000発発射できる。若狭湾を出て沖ノ島の横を抜け竹島へと向かう。海面はベタなぎだ。全速力で船が走る。昼には竹島近海に到達するという。寝ると決めて船内に入ると数人の海上保安官が敬礼をして道を開ける。革パンツに T シャツ姿のジジイに対してものすごく丁寧で恐縮してしまう。総理官邸からの指示で乗せたジジイが何者なのか理解できない様子だ。下の船室に降りる。簡素なベッドが並んでいる。寸分の隙もないような整頓のされ方だ。彼らの家も整理整頓が行き届いているのだろうか。うちの娘たちには到底無理だ。数時間寝たのだろう。隊員に起こされる。食事だという。沖ノ島はすでに過ぎ、1時間後には竹島付近に到着だ。とんかつと味噌汁。力が出るね。味噌汁は具沢山でご飯と一緒におかわりした。キャプテンが一緒に食事をとった。食事後、キャプテンが俺に日の丸の旗と旗棒を渡す。
旗棒は2段の伸縮できるもので縮めた状態でも長さが2メートル以上あった。旗を結びつけるステーが3箇所、それを3本と旗を3枚、旗にはケブラー製の紐。一つだけじゃないか。まあいいか。デザートのバナナを2本食べ甲板に出てみる。操舵室ではキャプテンが双眼鏡を覗いている。俺は意識を集中し竹島方向を見る。竹島の手前に戦艦が2隻、竹島の左南西方向に1隻と北東方向にも1隻、島の向こう側にはなし。全てが見て取れる。操舵室に入りキャプテンの隣に立つ。キャプテンが俺に言う。近いです。緊張している。全隊員が緊張している。手に持っていた3本目のバナナを食べながら言う。4隻ですね。レーダーで確認していたキャプテンが驚く。わかるんですか？ここから見て一番右の船と2番目の船の間を通り抜けてください。真ん中を。攻撃してきたら？向こうの攻撃は当たりません。こっちからは攻撃しないように。それと韓国語を話せる人は？通訳係が来る。緊張で汗が流れている。近づいたらこっちから警告してください。出て行けと。わかりました。キャプテンに言う。速度を少し落としてください。今の半分ぐらいに。言い終わりバナナの残りを口に入れ川を近くの隊員に渡し、船室に入り革のジャケットを着てマスクをかぶる。目の周りだけ出ている。韓国の軍艦に無線で通告する。韓国船舶に次ぐ。そこは日本の領海です。直ちに立ち去るように。相手からも同じような内容の返事。近づくと攻撃すると付け加えている。巡視艇は韓国船からの最後の文句は無視し、こちらの言い分を繰り返しながら接近する。右側の2隻の船の間、距離はそれぞれ800メートル。俺は船首に立っている。革ジャケットのジッパーを閉める。巡視艇のバルカン砲の射程距離としてはギリギリだが、向こうは戦艦だ。でかい砲弾も飛ばせればミサイルもある。全隊員の緊張が伝わってくる。2隻の間を通り過ぎる。2隻が迫ってくる。斜め後ろ両側に突かれる。俺は船尾に回り込んで後ろに注意を向ける。隊員は船室に避難させている。右側にいた船から炎と煙が上がる。砲撃だ。砲弾を念力で海上に落とす。左にいた船からも砲撃。同様に処理する。俺は巡視艇から飛び立つ。次はミサイルだろう。近距離でミサイルを念力で落とす自信がなかった。瞬時に処理できる光の弾が有効だ。上空から竹島に向かう巡視艇と2隻の韓国軍艦を見下ろす。やはりミサイルだ。2隻からほぼ同時に1発ずつのミサイル。発射後一度少し上に上がるが、すぐに高度を落とし低高度で巡視艇に迫る。巡視艇の200メートル手前で火の玉で爆破。続いて大きな光の玉を2隻に向かって放つ。爆発、炎上。巡視艇は竹島の桟橋の沖合100メートルまで来ていた。残りの韓国戦艦2隻から砲撃。距離は500メートルまで近づいている。上空から火の玉。さらにミサイルを発射する。数発のミサイルが巡視艇に向かって飛ぶ。次々に光の玉で爆破。最後に俺の大きな光の玉2発。2隻を撃沈。4隻で8億円と基本料金1億円で全部で9億円か。何を買おうかと考えながら巡視艇に戻る。隊員のいないところに着地する。操舵室に歩いていく。全員が俺を見つめるが無言。船室から旗棒と日の丸国旗を持ち出す。それを見た隊員たちが呪文を解かれたように動き出す。海面に下ろしたボートに俺も旗を持って乗り込む。暑いのでジャケットは脱いでいた。隊員がボートの船外機のエンジンをかけ島に向かう。島にはすぐ着く。国旗の設置には少々手間取った。ボートを島まで操船してきた若い保安官に手伝わせる。自分以外は上陸しないという約束だったが仕方ない。彼は巡視艇までの帰りのボートを誇らしげな顔で操船していた。
巡視艇に戻った彼は他の隊員たちに頭を小突かれて笑っていた。竹島に日の丸が3つたなびいている。ヨドバシカメラで買ったオリンパスで写真を撮る。なんだか嬉しい。今まで日の丸を見ても特に何も感じなかったが、舞鶴の港に戻ったのは夕日がほとんど沈んでからだった。 JIA の二階堂が迎えに来ていた。ヘリコプターで東京方面に戻る。市ヶ谷のヘリポートに着陸。総理は記者会見で大忙しだった。5月20日月曜日午前10時自宅でテレビを見ている。ニュース解説者と軍事評論家が画面に映っている。その他にも数人。何かが起こると評論家は引っ張りだこだ。元自衛官、元警察官、元消防隊員、元政治家、その他うぞうむぞう。軍事評論家が話す。衛星画像を見ても分かるように、まず韓国側が発砲したが海面に着水、そしてミサイルを2隻から1発ずつ発射するが保安庁の巡視艇に届く前に爆発、その後に2隻が爆発、その間巡視艇は竹島に近づき、そこに韓国側からの発砲があるが砲弾は途中で爆発、続いてミサイル8発が韓国側から発射されるが巡視艇に届く前に全て爆発、巡視艇からの発砲は認められません。キャスターが大きく相槌を打ち言う。海上保安庁の巡視艇からは何も攻撃はしていないわけですよね。なんで韓国の戦艦からの大砲の弾やミサイルが爆発したんでしょう。前回と同じ小さな光の粒のようなものも映ってますが、やはりこれがキーポイントなのでしょうか。評論家が答える。2つの可能性が考えられます。この映像は CNN からの提供ですが、出元はアメリカの NSA ナショナルセキュリティエージェンシー、アメリカ国家安全保障局の衛星からの映像と思われます。要は偵察衛星なわけですが、ここに強力なレーザーなどの兵器を装備することは不可能ではないと思います。軍事衛星からの攻撃の可能性があるということです。それは恐ろしいことですね。世界中を攻撃できるということになりますよね。アナウンサーの大げさなアクション。アメリカ政府は否定していますが、まあ今の時代衛星抜きには生活すら不便になります。テレビ放送、車のナビゲーションも衛星抜きにはできない技術が使われています。それにアメリカ軍は無人飛行機、ドローンを使った空爆も多数行ってます。衛星がなければドローンの正確な操縦はできない。その衛星自体にスピードの速いレーザーなどの兵器を積めば正確で確実な攻撃が可能だと思います。便利さの陰に危険も隠されているということですね。アナウンサーは眉をしかめる。もう一つの可能性は、これも前回も出ましたが、宇宙人説です。未確認飛行物体による攻撃です。宇宙人が日本の味方をしていると、 UFO 研究家が口を挟む。私はその可能性が一番高いと思います。映像を見ると小さな光の粒のようなものが動き回っていますよね。この移動の速さは人類が作ったものとは思えません。他の宗教家が言う。そうです、人間が作ったものではないのは確かでしょう。この我々が住んでいる地球と同じで神の創造によるものだと私は確信しています。俺は宇宙人から神様になってしまった。テレビを消した。スマホで銀行口座の残高を確認。9億円が入金されている。残高は21億3200万円。ただの数字の羅列に見えてくる。何か買おう。何が欲しいか考える。娘たちが起き出してくる。ソファに座っている俺にまとわりついてくる。電話だ。二階堂から。はい、総理からの伝言です。昨日はありがとうございました。次回もよろしくということです。マキが俺の肩の上に乗ってくる。猫みたいだ。捨て猫を拾った気分。わかりました。総理は忙しいようですね。各方面の対応で官邸は戦争のようです。ところで総理があなたへのプレゼントは何がいいかと言われまして、まあ車でも何でも。優香もマキに負けじと俺にまとわりつく。
考えて連絡します。総理の方の予算は3000万円ぐらいでということですが、多少はオーバーしても大丈夫だと思います。ああ、わかりました。電話を切った。俺にまとわりついていた牧と優香が俺の上に乗る。どかそうとするが力が出ない。空腹だ。キッチンでは紗友子と彩香が朝食の用意をしている。ホットケーキだ。メイド喫茶が頭をよぎる。